どうもみなさんこんばんは、くんひろです。さあ今日もゴッドイーター3やっていきたいと思います。なんかタイトル画面がさあ、俺のキャラになってんのこれ。へえ、割と細かいね。てか待って、7時間やってることなんてね、これ。俺7時間やってないこれ。なんでやねん。編集してたからか。はい、ということで昨日のパート1ね、あげたらコメント欄が結構つきましてありがとうございます。もういかにもラブライブ好きそうな方からですね、話は繋がっていませんが世界観や設定は前作から何年後かの話という情報をいただきました。まあできればワンツーもやってほしいんだけどっていうね。ツーは神ゲーらしい。まあちょっと時間的な問題でね、いきなりまあ3やっちゃってますけども、まあ機会があればやりたいなと思う感じですね。まあ実況でやるかどうかはまた別としてね。で実はこっそり練習しようと思ったんだけど、なんかね仲間と話せって言われて練習ができませんでした。クエストいけませんでした。まあチュートリアルだから、今日はチュートリアルを終わらして、なんかちょっと大きめのボス一人ぐらいは、一体ぐらいは食らいたいなという感じですね。あとなんか簡易捕食なんだっけ、 R と三角押すやつ、あれも地上でもできるぞっていうねコメントもたくさんありました。ありがとうございます。なんか今回はエンゲージっていうらしいな。ユーゴとエンゲージっていうなんか技があるのかな。それやりたいと思います。ちなみに武器槍に変えてきました。いや槍って言っていいのか。ごめん、モン反応で申し訳ねえ。でゲームの BGM 下げて SE も下げました。でユーゴとかのそういうサポートボイスっていうの、それはねちょいと上げたよ。あるで、なんか技がねいろいろ変えれるらしいんだよ。いろいろねちょっと見たんだけど、どうやってやるのかな。なんか攻撃してる時とかじゃなくて、あこれか、これが今簡易捕食か。あ何エンゲージ、はい、何聞いたかった、全然聞いてなかった、やべえ。ちょっと待って、L2R2 同乗しで、ロックオンがなんか L を長押しって書いて、あこれできてできて、あカメラ勝手にやってるわ。おーすげえすげえすげえ。で槍はなんか連続で攻撃当ててると、なんかあれらしい、威力が上がるらしい。おお行くぞ、はい、おすげえ、お惜しみない、何つながる思い、おいお前恋してんじゃねえよ俺には。そりゃそうだな、可愛いもんな。でこれそうか、食らわなきゃ、ほいほい。ちょっともうちょっとエンゲージの、エンゲージじゃねえや、ユーゴとかの声上げてもいいかもな。割とね今ちっちゃくして、あやべえ離れろ、あ危ない危ない。お互いの強みを重ねられるってことだ。荒神からしたら反則技だよ。そうだ、荒神は一人しかいないからな。俺とお前は一心同体だぜ。俺行くぜ、あやべえ間違えた。あーローしちゃった。でまるで回避なんだよね、これがね。モンハンばっかやってるとちょいちょい勝手にジャンプしちゃうんだよね。ほいほい。なんかヒットアンドアウェイ形式らしいんだけど、てかどんどんこれエンゲージしていかなきゃいけないのかな。おい、近くに寄っていくと、あなるほどね、メーターが回復するんだ。でここか、あー分かった、了解した了解した。でさらに行くと攻撃力とか上がってんだな、これな。ただしその効果が発揮されるのは、うん、光線中の、あこういう時は意味ねえとこだな。覚えておけよ、うん、了解了解了解。ちょっと待って、オプションで若干声上げていい、あごめんマックスだった。ちょっとどうも聞こえねえんだよな、俺の耳が悪いのかな。どうもねボイスが聞こえねえべこれ。てか待って待って待って、長押しはどうなるんだろう、視力とか。あっ何これ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 、溜めたぞおいみんな、いけ、おおすげえ、そうやっていくんだ。でしかも、おおガブリガブリガブリ、この辺りで十分だ。あーちょっとね練習がしたい、もうちょっと。とりあえず今日はチュートリアルを終わらせて練習できるところまで辺まで、とりあえず進めておきたい。行うのが原則らしい。エンゲージは1対1か。じゃあ複数とはできないってことか。一つの脳で複数の人間の特性を処理するのは不可能ってわけだ。まあ夜の営みと同じだな。おお。あ、ごめん。なんでもないよ。ちょっと休めば大丈夫だから。多分このちっちゃい子たちも戦場に駆り出されるんだろうな。もう大丈夫。ありがとう。なんか秘密のお薬もらったかお前。ユーゴからはあんまり動くなって言われてるんだけどさ、何もせずに助けてもらうのってかっこ悪いからさ。なんていう少年だわ。マジかよ。この年でもう正味10歳ぐらいだろ、その年でそんなこと気にしちゃうか。僕にできることは頑張ろうって思ってて。おい俺らも見習わなきゃいけねえぞこれ。学校サボってる場合じゃねえぞ、偉すぎる。でもいや褒めよう。ありがとう、みんなも無理しないでね。いやこんな優しい子が生まれてんのがここで。てかちょっとショウはユーゴに顔が似てるね。てか将来
すげく強そうになりそう。すげく強そうになりそう。どういうことだ。すげく強そうになりそうってなんだ。 あとちなみにコメント欄でもたくさんあったんだけど、キングダムハーツもやってるから、お前キングダムハーツやめねえよなっていうその心配、お前間に合うんかっていうその心配、俺もね心配してる。でもさ、やりたいゲームってやりたい時にやるじゃん。まあ実況にするかどうかは別としてね、スマブラも実はやってんですよ。実況には一切あげたいんだけど、でね、ちょっとやっぱり双剣一番今のところ使いやすいから、双剣っては言わないと思うんだけど、これをメインに立ち回っていこうかなと。うん、でまあ練習できたら練習して、他の武器も使え、動画内で使えていったら最高だよねって感じですね。ごめんなさい、僕は平気だ、平気に見えないね。あ、薬を見つけてこよう。そういうことか、ショーの薬を見つけてくんだ今から。オッケーオッケーオッケー、行くぞ。でもお前らも行かねえか。今日の朝ね、私見たの。何を？あの看守がショーに変なもの、ショーの薬に変なもの混じってた。うわ、こいつやべえ、そういうことしてるんだ。は？ありえん、こいつ。前にも死んじゃったやつも、ショーみたいにずっと吸い込んでた。ということは、そういうことか。そういう薬を混ぜてんだ、こいつが。その人を減らすために。使えねえガキを減らすためにってことだ。うわ、マジ。イラつくな、これ。カッチーンと来ちゃうな、これは。ちょ、ごめん、俺は感情移入しちゃうからさ、これ。そういう、なんつうの。そういうことするやつ、俺もう、許せねえから。いや、まあ、それみんな許せねえと思うけど。しゃあ、なんでハンマー？あ、違うか。お、次、ジークだ。おー、いい、ハンマーか、お前。予想外だな。いや、でも似合ってんな。なんか、キセルみたいな感じだね。ゴエモン。頑張れ、ゴエモン、知らんか。頑張れ、ゴエモンってもう、歳感じちまうわ。それこそ。まあ、しばらく。あ、待って。こっちの、あー、食べちゃえ。これ、三沢幸子さんかな、声。違うかな。なんか、それっぽさもあるよね。でも、三沢幸子さんが CV、その何、表記なしで、自然湯やるって感じだよね。こうやって弱くね？てか、食べる前に終わっちまうんだけど、ちょっと待って。みんな、食べる前に終わっちまう。食べる前に終わっちまうぐらい早いぞ。戦闘のスピードが。で、ロックオンがね、なんか勝手に今変わっちゃったな。なにこれ、なにこれ、なにこれ。あ、エイムモードみたいな感じ？え？撃てねえけど。あ、撃てた。あ、すげえ、こんなこともできんの？へぇー。で、なんか方向キーとかを押すと、いろいろ変えれるって書いてあったんだね。その十字キー。まぁ、ちょっと探り探りで申し訳ないけど。変える。なんじゃこりゃー、ちょっと待って。なんじゃこりゃー。おい、十字キー押したら変形したぞ、武器が。え、なに？これは双剣だって、双剣じゃない。総中高みたいな感じが、おい。総中、もう何のオツ。もう終わっちまったじゃねえか、おい。は？ちょっと待って、何した俺ら。俺ら何した？もう反応じゃん。あ、で、しかもこれ荒髪食えねえのか。え、すごい。完全に戦闘スタイルだね。ちょっと待って。こっちのモードだと食えるんだ。でもこっちのモードだと食えないんだ。これ今ね、同じコマンドやってんだけど。え、すげえ。え、楽しい。やべえ。え、てか今のクエスト何だったの？ちょっと待って。ごめん、今のクエスト何だったの？会話もほとんどなかったよな。まあそういうこともあるってことか。医療キットは見つからなかった。ジークもダメだった。お前もダメだったんだな。そうなんだよ。俺たちはこのままショーを弱っていくのを指を加えて見てることしかできないのか。畜生、俺はまだ諦めねえぞ。いや、諦めたくねえ。てか、この監視ぶっ倒そうぜ、マジで。おお、すげえ、今回は2人だ。3人でいけるぞ、みんな。先の通達の通り、ベニオート周辺海域の濃度上昇が敵が強くなってるってことか。あいつら早くね。ちょっと待って。俺より先に戦闘してやがるぞ。そういう風にやんのこれ。はぁ、教えてくれてんじゃねえか、こら。てか、弱えな、敵。今んとこはそうだな、確かに。くたばるわけにはいかねえぜ。行くぜ。で、こうか。オッケーオッケーオッケー。で、空中で食べる。あ、外す。ここで、てか、強すぎて食べる気が、食べる、あれがね、隙がね。おいっしょ、いいね。で、ガンガン進もう。次こっちか。オッケーオッケーオッケー。ほら、4つ。で、ここで、うおぉくそ、てめえ食らわせろ。で、これ食べたんだよね。で、うわぁ、やべえ。ちょっと下手かもしんないけど、まだ。だいぶスタイリッシュな感じ出てきたよ。これが使えるだけで全然違えな。これね、ピューンつって。しかもこれさ、なんか、医療キットとかなんか拾えるのかな。でも、落ちてるわけないよな、こんなとこに。どっかに隠されてんじゃねえの。てか、あれか、
他のゴッドイーターさんたちが落としたアイテムであれば医療キットはありそうだけどね。てか俺があげりゃよくね。ちょっと待って、俺がさ、これ回復薬あげりゃよくね。それで万事解決だろお前。あ、すごい、ちゃんとスタミナ使い切ったらハーハーするんだね。いい声でハーハーすんなおい。で、毒草、ちょっと待って、毒草をしてたぞ。こんなとこに毒草あんのかい。毒草ってしかも逆効果じゃねえかよ。そんなんいらねえよ。それこれちょっと空中攻撃当たんねえんだよな。で、こうを食べる。ああいいね。よし、あらかた片付いたな。どうしたジーク。いや、なんか港の連中に繋がんなくてさ。どういうこと。中継機の故障かな。まあこの海域濃度なら不思議じゃないか。取るもん取ってさっさと戻ろう。何これ。ちょっと待って、なんか知らねえことやってんだけど俺。取るもの取ってって言ってるけど、なんか俺知らねえコマンド出したよ今。何これ。 R1 と三角でおっそげーおっそげーっつって、なんか力を託したって書いてあったね。バーストリンク状態に味方を強制的にできるってこと。すげえじゃんこれ。援護もできんだ。援護もできんだ。おお、イベントだ。これ帰れないんじゃないか、もしかして。ねえ、回覧だっけ、あれが出てんじゃねえかな。レア物はなしか。ち、最近ついてねえな。日頃の行いが悪いんだろうよ。うっせえってな。よし、そろそろ帰るか。市民の英治に通告。現在も緊急エリアにて階段が発生。ペニーワークの接近中。オープン回線、どこのドイツだ。何言ってんのか聞こえねえよ。なんだあれ。やべえ、ちょっと楽しくなってきたな。んじゃーりゃ、やば。ちょっと待って、飲まれたら1コロの確定じゃんこんなん。間違えねえ、階段だ。俺たちの港の方に向かってないか。クソ、なんだってこんな時に。ここからじゃ先回りするのは不可能だ。そんな、じゃあ港の仲間たちは。ガキども。騒ぐんじゃねえ、絶対手があるはずだ。仲間は絶対死なせねえ。こちらキャラバン、周囲の英治に通達。繰り返す、こちらキャラバン、周囲の英治に通達。現在回覧が発生中。こちら英治、回覧の状況を知らせろ。繋がった、話は後よ。この船の進路上に荒波がいる、排除して。何をする気だ。話は後と言った、いいから従いなさい。報酬の交渉なら後からいくらでも聞くわ。本船は港の救援に向かっている。事態は一刻を争うの。了解した、直ちに向かう。港には英治のガキどもが取り残されてるはずだ。そいつらを必ず助けると約束する。通信は以上、検討を夜。これがチャンスってわけか。行こう、ひっくり返すぞ、すべてを。いいね、鳥肌がやべえんだけどさ。よいしょ、威圧感すげえ。なんじゃこいつ、ボスか。ドリルついてるぞ。死ぬんじゃねえぞお前ら。任せろ、俺たちと港の仲間たち全員で新しい明日を生きるんだ。やべえ、ユーゴの声めっちゃかっこいいけどスネ夫なんだよな。すごいよな、妖怪落ちで言ったらウィスパーだぜ。すげえよなこの人。関さんマジ尋常じゃねえぐらい幅広いぞ。待って待って、俺もやりたい。やべえ、ガキどもね。待って、相手のターンを見切る。ちゃんとここやばそうだな。うお、何それ、そんな技使ってくんの。よいしょ、うわー、ちょっと待って、潜る、そういうことか。やべえ、死ぬ、マジ死ぬ。 R を常に押してで、食らえない、なんだ、あ、
変わってる変わってる、武器変わってる、いつの間にか。なんか途中のコマンドで変わっちゃってるのかな。そういうコマンドもあるんだ。で、でに離れる、いいねいいね、ほら、で一旦離れたいな。そうしたらどうする、ロックオンはしてあるはずだ。あ、違う、抜けんのか、ロックオンが。うわ、スタミナ管理むずー、やべえ、むずーめっちゃむじー。よしよしよし、ジークと初めての、いやー、こればっか飛んで使ってるとスタミナすぐなくなっちまうのかな。で、逃げろ逃げろ逃げろ、よし、いいね、すげえアクションだなこれ。どこどこどこで、こうか、あ、よしよしよし、相手の隙を見て突っ込んでいってって感じだな。いいね、これ今バーストリンクなってんだよね俺。バーストリンク、バーストアーツ、ダメージ通ってない、だいぶ。お、やったんじゃねえの、やってないかまだ、やばい、うわくそ、ガード使わなきゃ、うわ無事みんな助けてクソ無事で、アイテム回復して、うおちょっと待って回復させてくれ、よし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 、潜ってオッケーオッケー、でロックオン C の、できてるか、できてないな、あーロックオンは画面内に入れとかないとダメか、うわあダメだ、超下手くそじゃん、あこの距離じゃないとダメなんだ。で来るよ来るよ来るよ、いけ、よしよし、うらてめえよくも、よしよしよし、これいくぞ、全然効かねえこいつ、やべえ全然効かねえ、こういう時はあれか、こういう時にあれやんな、槍、そうそうそう、こういう時に操縦庫だったんだ。あ、こっちの方が強えもんね。ただなんかスタミナが回復しねえんだこれ、てかまだ説明されてねえもんな俺これについてそれなんだよな。よし、いけるいける、当たってねえな、うわー、クソ、ガードが、いける、うわー出た、色相これ上手くなりてえな。ちょ、みんなこれ俺が上手くなれると思う、この複雑なアクション、マジでやべえぞこれ。でこう入れて、でちゃんとリンクして、あれあれ、やばいやばい、よしよしよし、うわで一回ちゃんとスタミナ回復するモードにして、捕食は今回できねえのか、いやできるよな、コンボ中になかなか発動しなかったけど。で氷か、オッケーオッケー、氷の時はいい、なるほどね、腕とかじゃないとダメなの、顔とかじゃないと、前の方じゃないとダメってことか、ダメージは。いや1だなそれでも、厳しい、いくぞ、こん時は接近してもよからだな、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、ダウンしたダウンしたダウンした、これ攻めろ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 、当たってねえ、やべえスタミナがなくなってる、そうか、あれか、鬼人化みたいな感じが、オッケーオッケー、掴んできた掴んできた掴んできた、そういうことね、ほらこれいけるだろう、全然死なねえんだけどこいつマジでえ強くね、お、いったいったいった、めっちゃ食ってるめっちゃ食ってる、顔の方が食るぞ、でここでよし、鬼人化して、めっちゃ食ってるめっちゃ食ってる、よしよしよし、やっと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 なんか掴んできた今最後にコンボの形を、うわめっちゃ無事、やべえ無事楽しいけど無事あー常に R で走るってことはまあしなくてもいいとは思うんだけどね、これで助かんのか、いやなんか助からない気がするな。お、なんだすごい、お、港に取り残されていた方々は全員保護しました、かわいい子出てきた、リカルドさんの情報通りでしたね、なんじゃこれエイジが閉じ込められ放置されていたようです、まだ幼い子もたくさん、なんでこんななの、ひどいわね、こうも人間は醜くなれるものなのかしら。それから彼らに合流ポイントを送っておきました、そこで落ち合う予定になっています、でもよかったんですか、
報酬の交渉は後でいくらでもなんて言っちゃって。そうね、命を金に変えるような子たちじゃないことを信じるわ。まあこの人たちはいい側だな。それ解決策じゃありませんよ。いい人側っぽいね。分かってるわ。180度回答、この領域を離脱して早く。回覧が来るわよ。かっけえなすいません、喉が喉が相変わらず調子悪いっていうね。艦長みたいな感じか。なんか来たぞ。これがさっきのってことかな。うん、いいね。なんかちょっと乗り物とかがテイルズっぽさもあるね。俺テイルズはね、テイルズ作品はめっちゃやってるんだよ。でもゴッドイーターは全然やってないっていうね。ターニングポイント、まあここで人生が変わるのが。おお、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。こっから自由ってことかな。そしたら俺らの素質を見抜いてくれて、ちゃんとそのなんつうの、うん、暴れるような人たちがないじゃないということをね。そっからなんか始まるのかな。うわ、セクシー、めちゃくちゃセクシーじゃん。俺よりセクシーじゃん、マジか。はじめまして皆さん。どうもこんにちは、くんひろです。ようこそ我がキャラバン怪奇踏破船クリサンセマムへ。クリサンセマム、この船のオーナーイルダ・エンリケスよ。すげえ、もう覚えた。間に合って本当によかった。ユーゴ・ペニー・ウォートだ。事態が事態とはいえ、あの状況下での荒神討伐はかなりの難易度だったはず。だいぶ強かったよね。強いのね、あなたたちは。まあな。その事態ってのを説明はしてくれないのか。まあ待ちなさい。あなたたちのおかげで我々の仕事ができた。その礼くらいはさせてもらえないかしら。仲間を救ってくれた、それで十分だ。ええ、けれどこれはあくまで一時的な措置。それは分かってくれるわよね。ん？英治の移動は港の権利者およびグレイプニルを通さずにはできない。あなたならご存知でしょう、ユーゴ君。そういうことか。気にするな、生きてさえいればそれでいい。あとそれから俺のことはユーゴでいい。オーナー、海域に飲まれた港の状況確認が終わりました。今のところ港の運営者に当たる方々の所在は不明のようですね。とんずらしたんだろ。遠くで逃げる船が見えた。確かに何隻か渡航登録がされないまま出航した船があるようですね。愚かなことを、行くあてもないまま海乱に巻き込まれていたとしたら。ガキどもを置いて逃げやがったバチだよ。本当だよな。やめとけ。んだよ、あいつらにはお前もムカついてんだろ。それでも喜ぶ気にはならない。ユーゴめっちゃいいやつだな。オーナー、再び海域の濃度指数が上昇しています。これ以上とどまるのは危険かと。代表者はあなたね、ユーゴ。海域航行法に基づきあなたたちを保護、我々の港まで移送します。分かった、道中何かあれば手伝おう。だがギブアンドテイクだ、ただ働きはしない。たくましいのね。いいわ、梅雨払いをお願いすることになると思う。いいだろう。他のエイジとは一味も二味も違うと約束する。イケメンすぎるわ。え、なに、ユーゴそんな、めっちゃいいキャラだね。キャラバンの航路か。声もいいしさ、性格もできすぎてる。もうできすぎだよね、マジで。だって、まあ、比較的濃度の低い地点を起点とし、点と点を結ぶように繋いだ道のりだったか。詳しいのね。データベースの詰め込み教育の賜物かな。この辺りには古いなりに確立された航路があったんだけどね、すっかりビーコンの反応がなくなってしまって。あの回覧のせいでおじゃんってわけだ。にしてもこの船でかい割に随分人が少ないんだな。うん、本当にね。なんかもうそこら辺席ガラ空きだし。そう人を雇うことなんてできないのよ。資源も変色因子も以前のように潤沢ではないの。なるほど。
それで俺たちに一仕事頼みたいって？ええ、もちろん報酬は用意する。へえ、子供の打賃じゃ納得しないぞ。そりゃあな、駄菓子1個とか舐めてんのかって話になるからな。失われた航路を再建すれば開拓者としてのロイヤリティが入る仕組みになっている。それはいいね。その一部をあなたたちにも分配する。おお、いいじゃん。これでどう？たんまりと入ってきそうぜ。命張って戦うのは俺らだ。相応の報酬はもらう。俺らが7割だ。強気に出るなおい。3割ね。おっと、報奨金はこの船のクルー全員がもらうに値するものよ。アンフェアすぎるな。どうする？これがまあ交渉術ってやつだよな。俺らがねえ交渉決裂かな。もうここはさ、あの電気屋だと思うぜ。電気屋であとこれ1万円安くなったらなって言ってさ、引き下がらなかったら多分ね1万円は下がんねえんだよ。でも引き下がることによって1万円下げることが可能かもしれない。うん、交渉決裂だ。言っているけど、どうするの、ユーゴ。そう早まんなって。ごめんなさい。5割でどうだ。まあユーゴはもともと7割のつもりはないんだろうね。おそらく5割のつもりで いたんだろうな。どでかい積み荷を背負ってることは知ってるよ。それなりに身入りがあるんじゃないのか、イルダ。わかったわ。ロイヤリティの5割、交渉成立ね。今最後に名前呼んだよね。あれもね、電気屋さんの交渉術であるらしいぞ、マジで。最後に、最後っていうか、まあ、店員さんの名前を呼ぶことで親近感を沸かせる。なんかもうゲームの雰囲気ぶち壊してごめんなさい。船内での行動を許可するわ。機密事項もあるから無制限とはいかないけど。でもそのおかげで5割になったからな、今な。あの牢獄に比べたら楽園みたいなもんさ。もう手のやつもつけてないしね。改めてよろしく、エイジの諸君。期待しているわ。ええやん、ええやん、ええやん。うわー、やべえ、楽しみだな、これ。じゃから先クエストとかできるんだよね、多分ね。お、スキルインストール。なんだそれ、スキルインストールって。で、俺らは多分普通に、おお、何この、ゆっくり、スタイル良すぎ、これ。スタイル腰を掴んで投げてえわ。腰を掴んで、それっつって。それぐらいなんか掴みやすそうな腰してる。信じられるか、俺たちは出たんだ。いやー、あの牢獄の外にね、ついに出たよね。でもショーは、あ、もういるのかな。まさか回覧が俺たちの運命を切り開いてくれるとはな。わからないもんだ。ところで、この船のオーナーイルドのことだが、俺は信用してみようと思っている。うん、惚れたの？なんだそりゃ。勘だよ、勘。イルダは俺らをまっすぐに見た。そうだね。俺たちを一人の人間として対等にだ。エイジを憐れんでいるような信用はなかったさ。ん？憐れんでいる？だけど、イルダはそうじゃなかった。対等な立場で冷静に見定めていた。俺らが使えるやつかどうか。うん。いいね、確かに。俺たちはそこらの人気使いとはわけが違う。イルダを驚かせてやろう。俺らハウンドを育て上げた牢獄に感謝できる日が来るようになる。やっぱかっこいいキャラだね。あ、みんなちゃんといるじゃん、リル。さっき帽子のお姉さんが頭になってくれたの。帽子のお姉さん、あ、そっくりじゃん、なんかちょっと雰囲気ね、あるよね。でも最初叩かれるかと思って振り払っちゃった。あー、もう牢獄での思い出がって感じだな。思い出っていうかもうトラウマか。悪いことしたな。そうだね、確かに。後で謝ろう、一緒に。で、俺らはどこに行けんだ。執務室。あ、ちょっと待って、執務室行きたい。めっちゃ金持ってんじゃん、こいつら。おい、みんな、こいつらめっちゃ金持ってんぞ。これ絶対、質屋に売ったら高えぞ、このソファ。だって高級レーサーだろ、間違いなく。あいつなんか、食料とかもなんかね、全然確保できてないみたいなこと言ってたけど、めっちゃあるやん。ふざけんな、あいつ。高級みたいなワインがめっちゃあるぞ。何年もののワインがあんの、ここには。しかも猫まで飼ってる。え、執務室ってあの人のとこだよね、これ。違うの？猫、あ、猫の名前が猫だった。オーナーの飼い猫だろうか。いや、あいつ嘘もいいとこだな、マジで言ってんのか。へえ、今ね、ちょっとエンゲージとか見てたんだけど、種類があるんだね、エンゲージにも。その種類によって効果が違うと。で、俺てっきりなんか攻撃力があると思ったけど、これは違ったみたいだ。なんかアイテムの効果を分け合うと。回復、あ、そうか、じゃあ向こうは回復してくれてたら回復してたんだ、俺も。で、この辺は攻撃力がアップと。あー、まあそうしたらゴリ押しの俺は攻撃力上げていこうぜ。
でね、なんかね、この辺もね、いろいろ変えれた。なんかこれ、いろいろ種類があって、まあちょっとあんま違いわかんないけど、ね、若干違うよね。まあ新しいのにどんどんしていこう。で、まあ武器に関してはそのままかな。でもこれも気になるんだよね。凛刀。絶対強そうじゃん。なんかこういう武器持ってる人って強いじゃん、大体。アニメでも。でもハンマーとか俺ちょっと見た目的に使わなさそうだな。じゃあ次ちょっと凛刀使ってみっか。おそらく練習もできると思うから。てかもう時間がやべえな。もう30分以上経ってる。ごめん。今日30分以上経ってるわ。で、なんかスキルインストールってあったな。残された人気を使用することでスキルをインストールすることができる。また残された人気にはプラス補正が存在する場合があり、スキルインストールで使用すると人気パーツの異能力を底上げすることができる。はあ。じゃああれか、自分のメイン武器は早々に決めていかなきゃいけないってことか。うわー、でもこれインストールしたいな。そうしたら土壇場 ST が 25% 以下になると攻撃力が上昇。あーでもあれだね、合ってるんじゃない。 ST ってスタミナだよね。なんか総中コンモードにしてやるってなったら合ってるよね、結構ね。よし、じゃあちょっと次のストーリーちょろっと見て終わろうか。ようこそ怪奇島派船クリサンセムへ。本当にすごい船だね。この船でオペレーターを担当させていただいているエイミー・クリサンセムと申します。苗字があれなんだ。それなんだ。ここはミッションカウンターと言いまして、航路を開く過程で様々なミッションが登録されていきますよ。ここでクエストを受けるってことか。つまりここで話しかければ仕事が始まるってことで。そういうことだな。ええ、その通りです。すでに一件の依頼が登録されています。ですが一つ問題が。問題？ええ、そう。このまま移動するなんて目隠しで吊り橋を渡るようなものよ。なんで、ガーッと行っちゃえばいいじゃん。その吊り橋が噛みついてくるから問題なのよ。荒神ってことか。海域の中を走行するキャラバンには観音レーダーを搭載した船が一隻以上必要なの。近くの海域濃度の感知、荒神の位置特定といった重要な機能を担っているわ。もちろんこの船にもね。裏を返せば観音レーダーがまともに動かなければ我々にとっては死活問題ってことよ。それを直してからってこと。故障でもしてるのか。観音レーダーは名前の通り高い観音能力者がいて初めて運用できる。後悔師ともいえるゴッドイーターが必要なのよ。人がいねえってことか。でもその肝心の後悔師が先の回覧で負傷してしまって適任者がいない状況なんです。後悔師か、かっけえな。俺にやらせて。絶対無理。エイミー、認証システムを一時解除して。はい、解除しました。いや無理でしょお前。どうよ。ダメですね。半径2マイルほどでしょうか。索敵範囲が狭すぎますね。ガーン。なんだこれ。なら俺がやってみよう。ああ、ユーゴも良さそう。なんかここで俺てっきりショーが来たらいいんじゃないかなと思ったけど。ユーゴさんも適性はなさそうですね。あ、ないか。全然じゃん。なかなか難しいもん。冷静だなおい。前任者の場合、生まれ持った適性はもちろん、特別な訓練を受けた上で半径20マイルを見渡す。10倍じゃないかおい。うん。感応能力が高ければいいんだよな。ああ。俺無理だよ。感度はいいかもしんないけど。お前なあイルダ、仮にこの航海士も俺たちが請け負うとしたら7割か。ロイヤリティの最高賞は可能だよな。行くね。ろくでもない仕事に払うお金はないわよ。だそうだ。ほらやってみろ。わあ、俺できちゃいそうだな。主人公補正炸裂すんじゃねこれ。